非全国唐津を支配した藩。巨城は唐津城。特別名称日の松原。暴風林、暴砂林として寺沢広隆は植林を行った。寺沢広隆は豊臣秀吉に仕え、1592年の文禄の役では、非ゼ名古屋城の不審役、広報兵団の責任者を務めて功績を挙げたことにより、1593年に、 秀吉から名古屋を含む上、松浦軍一帯およそ8万3千国を与えられ、長崎奉行に任じられた。慶長の役には朝鮮に都会して活躍している。1600年の関ヶ原の戦いでは東軍に組みして功績を上げたことから、戦後に、肥後国天草一軍およそ4万国を加増され、都合12万3千国を領する大名となって、栄華を極めた。 しかし、広高の死後、その後を継いだ、寺沢剣高の時、島原の乱が起こるとその乱が天草にも飛び火し、戦後に、それを、幕府から咎められて天草四万国を没収される。剣高はほどなくして振動により自殺し、剣高には死死がなかったため寺沢家は海域となった。その後、張馬国赤藩より、大久保忠近のその後を継いだ、大久保忠は、 1674年に、昭屋が領内を転勤する、天、村昭屋制度を創設、以後この制度は幕末まで続けられた。ただともは、下佐国桜藩へ違法となった。入れ替わりで、松平の利久氏が七万国で入り、孫の松平の利里,里の時、島国羽藩へ違法となる。入れ替わりで、土井利が七万国で入り、利益から四代目の土井利里の時、 下宇佐国古が藩へ違法となる。代わって、水野忠臣が、三河国岡崎藩より移されて六万国で入った。1771年、水野忠臣が課した農民への増税を契機に、虹の松原一揆が起こり、農民は無欠で、増税を撤回させるに至った。中人から四代目の水野忠国の時、東都海国浜松藩へ違法される。忠は、 天保の改革を行ったことで有名である。代わって、道の国田浦藩より、小笠原長政が六万国で入り、以後は、小笠原家の支配で、明治時代を迎えることになる。唐津藩最後の藩主となった小笠原おさゆきは、幕末期に、老中、外国事務総裁を兼任して、幕政を担った。しかも1868年の母親戦争では、 旧幕府軍に組みして函館まで転戦するなど、最後まで幕府に忠義を尽くした人物である。しかしこのため、おさゆきを歴代藩主として数えず、その養父である小笠原彫刻を持って最後の藩主とする資料も多い。唐津藩は、表向きの国高は6万国から12万国で、あったが、実高は20万国前後だったと言われている。また、 半主化が中途半端に変わることが多く、長期間による半主化の一大支配がなかった土地柄であった。戸山八万三千国十二万三千国八万三千国、広高健康、普代八万三千国昼食、ただとも普代七万国六万国上を級上春、乗里普代七万国利益利人利のべり里水野、ただ国画像、水野は出世するために、唐津から、 浜松藩への天保を願い実現させた。不大六万国中人ただし叶えただみつただ国譜代六万国長政町隊長会長長国。ありがとうございます。